ちは、美体感ダイエット森本幸子です。今回は下腹激落ち4分間の追い込みトレーニングです。では早速頑張っていきましょう。では準備をしていきます。仰向けになっていきましょう。最初のトレーニングはレッグレイズです。仰向けになってできるだけ膝を伸ばした状態で足を上げ下げしていきます。腰が浮くと腰痛の原因になります。お尻の下に手を入れて予防しながら行いましょう。1つのトレーニング30秒、休憩は5秒間です。次は尻上げ腹筋です。仰向けになって足を床から離します。両手は横に広げて体を支えながら、お尻を床から離して足を上に上げながら腹筋をしていきましょう。呼吸を止めないように意識して行いましょう。次は膝を曲げた状態でレッグレイズをしていきます。足を床の方に下ろすときに呼吸を吐き、戻すときに呼吸を吸うように連動させていきましょう。次はマットに座りニートゥーチェストをしていきます。足を床から離して太ももを胸の方に引き寄せるようにしながら膝を曲げ伸ばししていきます。ちょっときつくなってきたけど頑張って。足を床につけた状態でロシアンツイストをしていきましょう。背中を少し後ろに倒しキープした状態でお腹をひねっていきます。おへそを中心にしてしっかりと体をひねるように意識して行います。次が最後のトレーニングです。最後は足だけでデッドバグをしていきます。足をできるだけ床に近づけるように伸ばすとより下腹に効いてきます。きつい人は足を上側に伸ばすように意識して行いましょう。さあラスト5秒です。でした。たった4分間でしたが結構きつかったんじゃないかなと思います。毎日やらなくて全然 OK ですので、1週間に1回ぐらいやるペースでぜひ継続してみてください。以上で終わります。